はい、皆さんこんにちは、ハイジェス。今朝4時なんですけども、今からですねチャンギ空港から香港の方にね向かいまして、午後から香港エレクトニックショーの方に参加してますので、本日はですねこちらの予定の方をですね動画にしてみたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方はです、ね、最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。今日はですね、ターミナル4からですね、キャセイパシフィックの方でですね、行きます。フライトはですね、6時半の香港ですね。こちらですね。こちらの方でチェックインしていきたいと思います。チェックインの方がおりましたので、まだボーディングまでですね、2時間ありますので、ゆっくりしていきたいなと思います。搭乗までですね、もう少し時間がありますので、少しこちらの方で仕事をしてですね、時間になったり行きたいなというふうに思ってます。今、我々が乗るフライトが到着しました。おそらく香港からね到着したと思われます。今からですねボーリングの方をしていきたいと思います。無事に香港の国際空港に着きました。いい天気ですね。今から空港の方をね出ていきたいと思います。空港内のクレーンを使って別の施設に行きます。今からですねエアポートエクスプレスで市内の方にですね向かっていきたいなというふうに思います。今からですね4分後に来ますエアポートリムジンでですねワンチャイの方にですね向かっていきたいなというふうに思います。今回もですねこのオクトポスパーカード、こちらにねお金をチャージして向かっていきたいと思います。今ですね香港の空港を出てですねエアポートの方でセントラルの方のですね駅の方に向かってます。今ですねセントラルの駅に来ましたので、アイランドライン、こちらでですねワンチャイの方に行く形になります。無事にですねワンチャイのですねホテルの方に到着しましたので、仕事の方をちょっとしてですね夕方からですね展示会の方に行ってですねメーカーへの挨拶回りとかにしていきたいなというふうに思っております。本日は早朝からですね香港までの道のり、こちらの方ですね動画の方を撮ってみました。もし本日の内容良かったと思ってくれて、ぜひいいねをフォローお願いします。チャンネル登録の方もこちらの方からお願いします。X の方でこちらの方からフォローして幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマの方も配信してますので、こちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.